ございます。おはよう。バリ寒い。寒い。うどむさんペンライトありがとうございます。やするぱんさんもペンライトありがとうございます。にぎやくんありがとうございます。おはよう。今日も夜勤終わり。え、夜勤続きじゃん。大変だ。やするぱんさんありがとうございます。ギフト。やすべえさんペンライトありがとうございます。今最寄り駅。学校行ってくる。頑張って。早い。7時なのか。おはよう。暖房めっちゃ来るな。氷点下マジ。暖房ガンガンすぎてめっちゃ暑い今。そろそろ寝ます。え、夜勤明け。夜勤明けかな。暖房めっちゃ来るな。おはよう。休憩時間に寝ました。すごい。休憩時間で眠れるタイプいいね。新幹線遅れてて泣いてますって。なんでだ。寒いのかな。雪。そんなに雪。おはよう。配信見てから寝ようかとって。やば、7時じゃん。5時とかならわかるけどさ、5時配信を見てから寝ようと。おはよう。朝の渋滞中。おはよう。大変だ。コートが見える後ろも。雪で遅れてる。へえ、やっぱ雪なんだ。雪見てないな。おはようさん。おはよう。おはようございます。引っ越し先の部屋の間取りがなんか変な気がした。嘘。そんな変な部屋引くことある。間取りって。間取りって一緒じゃないの。もう化粧水ビタビタ。おはよう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう。ミクロは何だって。開いてない。ミクロ。あら、今はね。でも早い。今昨日買わなかったの。おはよう。ほすみさん神ありがとうございます。おはよう。昨日は夜配信見ないで寝てしまった。まあいいよ全然。大した配信じゃないから。おはよう。あ、倒れる。あ、
さん神ギフトありがとうございます。え、普通のリクルをレーズンが美味しいのに、レーズン抜いちゃったらダメだよ。トックンファイトありがとうございます。ファイト、はやリクロードさん、リクロードさん、ほずみさん、かわいいギフトありがとうございます。きつねさん、ココアありがとうございます。おはよう。高いコーヒー飲みたくなる。飲もう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 よ。おはようございます。会社行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう。くにさん、ラブタオルありがとうございます。甘いものが食べたくなる、スイーツ、甘いもの。また風邪をひいて寝込んでいる。ありゃ、またまたって、お大事に。また車の中ぬくい。私も暖房の下だからもうガン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 かかってる。乾燥するわ目が。夜勤明けで今から寝ます。おやすみって、おやすみ、おやすみなさい。文吾さん、ペンライトありがとうございます。ただ今日は夜配信普通にできそうだから、そんなに長くしなくていいや。朝、おはよう。年明けインフルで寝込んだばっか。へえ、そう。あれ、あれ、あらま。ケンさん、ココアありがとうございます。おはよう。そう、夜全然できるから、なんとなく朝もやったけど。おはようございます。11、まあ30分ぐらいはやるわ。おはよう、せっかく起きたから。了解です。今日金曜日、やったー。毎日メイク。おはよう。土日は引っ越しが待ってる。ついにワクワクじゃない引っ越しって。新生活、新生活ワクワクじゃない。
新しい家って最初は最初はね、おはよう。グレートギフト見てて夜更かししてた映画。おはよう。荷造りが大変、確かに。でも男性荷物少なそうじゃない？ミニマロンさん、ラブタオルありがとうございます。私のグッズとかあるか。意外となんかミニマリストってコンパクトなイメージある男性。おはよう。割と荷物少ない。へえ、家電付きか、めっちゃいいやん。荷物多い、マジ。何持ってくの。服めっちゃある人。おはよう。段ボール6個あれば引っ越しできそう。6個、大きさによるけど、確かに。まあ6個あれば必要なものは入れれそう。何？何パネル？重いパネル？何？何のパネルだって？ね、ミニマリスト憧れる。私はもう段ボール15個ぐらいいる。服だよね。もっといるんかな。でも引っ越しのタイミングで大掃除できそうだからいいね。トントンさん、キラキラありがとうございます。あれ、雲のパネル、あれかね、あれ買ってくれた人すごいよね。だって置き場にめっちゃ困るくない、あれマジで。おはよう。24フレットさん、ラブありがとうございます。落語のパネル私の実家にもあるけど。うどむさん、神ありがとうございます。24フレットさんも神ありがとうございます。おはよう。段ボール運ぶのなら任せてください。え、得意？いいですか。おはよう。落語のパネルは部屋のセンター。え、めっちゃでかくない？部屋のセンターに置いてる、マジ。引っ越しね大変やな。何年も何年も住むにあたってめっちゃ荷物増えるけんさ、絶対大変だわ私。おはよう。うどむさん、神ありがとうございます。やいや。マイカーで持ってく、すごい、素晴らしい。めでたいさん、神ありがとうございます。荷物運ぶのが仕事。仕事ほぼバレたじゃん。何する行く仕事。重たくない？
はよう。ちゃんと起きれた？起きれるよ。私は。起きれるのは起きれるよ。目覚ましを入れれば絶対起きれるから。引っ越し屋なのかなって。引っ越し屋か、宅配系か。おはよう。ここ3日ぐらい早起きだ。イエイエイ。おはよう。ここ3日ぐらい早起き。金曜日だよね今。おはよう。イエイエイ。配信終わったら7時間ぐらい寝る。まだ寝てない？夜勤明けって言った？それじゃあ OK。 いいね。配信終わってから二度寝。でも時間ないよ、限られてるから。おはよう。二度寝したいところではあるが。眠いね。二度寝、家にいたらねめっちゃにするけど、二度寝三度寝、二度寝三度寝ね。おはよう。そろそろ運転する。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おはよう。ハッピーガール8。ハッピーガール。おはよう。ヌドムさん、ペンライトありがとうございます。二度寝。私目悪いけんさ、コンタクト入れたらもう寝れんわ。入れたわ。24時間寝た。すごい。ちょくちょく目覚めた。私もね一番長くて多分18時間ぐらいかな。まあベッドから降りてないけど、何回か目覚めるけど秒で寝るから18時間ぶっ続け。そうパッて起きて時間確認して寝る。18時間はあるよ。ショールームあるけん18時間ぐらいしか寝れん。マックスは24は寝れん。お疲れ様です。人生でそういう睡眠したことない。めっちゃいいよ休みの日寝るの。休みの日はもう寝るんですよ本当に。たまにある休み。おはよう。休み続いたら毎日は寝んけど、そんなたまに仕事の間に来るあの休みは寝、ね、もう一日中寝る。休み続いた日は寝ない。そんな毎日は寝るないけど、たまーの休みの時はもうずーっと寝てます。家を出ない。12時間寝れる。いいなー。おはよう。おはよう。今日は目が冴えてます？なんで？
おはよう。金曜日ですね、やるお話し会から1週間ぐらい。おはよう。ハートありがとうございます。23分、時間教えてくれて。時計ないよなこういうとこってさ。ギルバト出た。私ドゥームズデイはやってるよ。まだ今毎日言ってるけど、今22に上げてる。23レベル。15日かかる。あと長モニ太郎、ハートありがとうございます。超久しぶりじゃん、モニ太郎って。大学の時とか朝の7時とかに寝てた。わっ、悪っ。7時、おはよう。僕のギフト見えてませんか？見えてる。コメント、コメント読んでるよ。目が冴えてます。超久しぶり。どこ行ってたんだい。あ、ギフトを読めってこと？いつもさ、ギフト投げてコメントしてくるからさ、普通にコメントしか読んでないけど。キラキラ。うどむさん、ペンライトありがとうございます。お、エアコンの下やけんめっちゃ乾燥する。あ、地下アイドルか。どこわかんないか、聞いてもどうだろう。おはよう、超久しぶりなんだけど。風がある。おはよう。ヤスルパンさん、タオルありがとうございます。おはよう。広島カープ翔太さんにもらった、サインもらった。へえ、すごい。サイン、そんな機会あるんだ。おはよう。何の音楽？確かに朝の音楽。夜鳴ってなかったよな、朝の音楽。ジャズみたいな。おはよう。サートリは一緒にライブしてたところ。ゼロプロジェクトさん、そうなんだ。いいね。相方さんの声、相方さんね。今日声小さいね。小さいわ声が。おはよう。15分で会社に着きました。今からコーヒー入れますって。毎朝飲んでるね。いいね。コーヒー好き私も。あ、会社着きました。あ、頑張ってください。会社行ってるんだ。なんか家で仕事してるのかと思った。見えてないのかと思いました。見えてますよ。相棒声小さい。半ちょいぐらいに終わります。半ぐらいに大丈夫かな。アイドルの現場行ってだけ、ん？ STU でやめた？違う。会社着いてからのコーヒー、確かにめっちゃいいじゃん。ね、会社着いてコーヒー飲めるなんて。
いいね。確かに今思ったらいいね。おはよう。私も会社着いてコーヒー飲める会社に着きたいですわ。コーヒー屋さんで働こうかな。コーヒー飲める。どんちゃんキラキラ、ありがとうございます。コーヒー目当て入れたて、おはよう。27分レギュラーコーヒ ー、 仕事中コーヒー飲めるのめっちゃいい。仕事中は飲めんか、仕事前やけん。おはよう。おはよう。コーヒー飲みに会社行ってる。飲めるんだ、いいね。飲めるか。どんちゃんハート、ありがとうございます。おはおは。紅茶飲む、いいね。私コーヒー入れよう。コーヒーあるよね、そういや、こういうとこって。コーヒーあるわ。ポットもあるんかな。おはよう。七並べや、あ、そうじゃん、七並べめっちゃ強いんじゃん。やばいね。久しぶり。また来てよ、配信とか。コーヒー飲んだら寝れなくないぞ。私平気。ね、あるコーヒーあるっちゃあるけどさ。ね、ホテルで飲んだことないや、沸かして。あるっちゃあるや。シュガー、ドトール、これ反射する。ドトール、あるけど、なんかね、あれないよ。ホテルのポットとかコップとか使えん人間なんですよ。無駄な潔癖症みたいな、自分で洗わんと気が済まんタイプ。飲食店なら使えるけどね、みんなが使ったポットって思ったら使えない。まあちょっとゆすいで飲もうかな。まあお湯沸かしたらね、実質1回沸かして2回目沸かそうかな。ね、そうなんよ。1回沸かして、沸かすことによって菌消えるから全部で、もう1回。文吾さんペンライトありがとうございます。持ち運ばないと。だから普段は飲まないんですけどね、今めっちゃコーヒーな気分になったから飲もうかな。ね、だってずっとさ使い回したから。部屋のポット使わない派はね。次元一回沸かして、それでコップもゆすいで、ね、高熱でね、殺菌して2回目で飲む。潔癖なんですよ、めっちゃ潔癖ですよ、意外とね。ふむふむ。でもドトールのコーヒーだ、嬉しい。知らないブランドじゃなくて。料理配信コーヒー、いや今からはせんよ。
あ、ドリンクバーのコップもなんか、まあそれはもう妥協ですけど、見ちゃう汚れとか最初目で見た感じ汚れてなさそうなの取って、あの漁ったりはしないよ。汚れてたらだから一回ゆすげるんですよ、ドリンクバー水のとこで大体。だから水でゆすいだり、ドリンクバーの横に水道みたいなのあって、グラスゆすぐ用の。まあドリンクバーだけはしかないよね。スプーンとかもね嫌なんだけど、割り箸があったら割り箸取る派です。まあでも飲食店はまあ妥協するしかないな、そこは。水出るとこあるある。ボスになった、読めましたか？読めてないです。マイコップ、マイコップ持って行ったらやばくない？ドリンクバーに。まあ大丈夫、ドリンクバーぐらいはもう慣れたし。だ今日、おはよう。コーヒーできた、いいな。私も飲もう。一人お寿司いけますか？いけます。潔癖直さないと災害の時困る。え、でも大丈夫だよ、慣れてる。まあ最悪の時は、あの最悪な状況とかでもうそれしかなかったらもういけます。コーヒー作るわ、私も。コーヒー飲む、だって朝飲んだら目覚めるもんね。シャキーン。スタバのボトル、スタバはでも紙で出てくるから全然潔癖とかないよ。紙のボトルだから新品。ね、うまし、うまし。36分、お、もうちょっと終わろうかな。ミキアカペンライトありがとうございます。え、ミルク入り、あ、ブラックでもいいんだけど、飲めるんだけど甘いのが好きかも。ミルク1個とか、ちょっと苦いじゃん、ミルク1個やったら。カップ殺菌します。紙コップないね。紙コップはないわ。おはよう。すごい盛り上がり指数高い。配信者が少ない件かな。盛り上がり指数高い。30分40分で5000って高い。おはよう。盛り上がってんね。朝から盛り上がってるかね。ギフトかな。え、まあ人が少ないっけんか。今気づきました、おはよう。でも夜もやるよ、夜もやるからさ。おはよう。イエイエイ。うわーって、ギフト？確かにちょっとギフト多かったかな、いつもより。イエーイ。
朝から爽やかな配信ありがとうございます。爽やか、あ、そうだ、8時におはようツイートするから終わらなきゃ。普通に僕のギフトは読まない感じですかって、え、コメント読んでほしくてさ投げてるじゃん。それギフトとコメント別々にしてよ。それならコメント読んでしまうわ。おはよう。夜は映画行くので多分見れない。え、ゾンビ、ゾンビじゃない、ゾンビの映画見たいんだよね。今日からのドラマ見てたからさ、君と世界が終わる日にみたいな。おはよう。ゾンビ。コーヒー2杯目早くない？爽やかな口になりましたって、影響力、影響されすぎ。早ー、爽やか。ハンバーグ言うてないしな、爽やか。ガンダムか、へー、ゾンビじゃないのか。おはよー。ゾンビの映画見たいけど、映画の日とかに行こうかな、お得に。お得。おはよう。ね、じゃあ終わろうかな。爽やかな配信って聞いただけで爽やか食べたくなったら、もう何でも何でもかんでも食べたくなるやん。うどん、ラーメン、パスタ、焼きそば、ナポリタン、飯テロ。お疲れ様でーす。夜もやります。ハート1個ありがとうございます。1個で下げるな、さよなら。何時ですか？え、あ、夜？今かと思った。麺類の口になりました。そう、麺類縛り。よく気づいてくれた。何時、何時にしようかな。うーん、10時とか10時とか10時半とか。どんだけ。まあ23時、遅くて23時。ハート1個ごとに読まないよ、だってめっちゃ読まなきゃいけないじゃん。おはよう。ハート1で送るな。あ、10、まあ、10時なら、まあキラキラ。みんなと同じように読んでください。みんなハート1とかできてないから夜やるよ。チーカー始まった？マジ？目覚ましテレビ？ハート2。おい、細かい、細かいよ。まあありがたいけどさ、だってさ、11で1だ、1を全部読んでたらさ、配信ギフト読みになるじゃん、ギフト読み配信になるじゃん。せめて10時。あ、ハートありがとうございます。ベネラテさん、10時からだ。あ、ベネラさんありがとうございます。ハートあと、あ、了解です。はい、キラキラありがとうございます。終わろうかな、おはようツイートするので。まあ10時はまあ読むわ。10時から、12時。
ハート1度上げないで。 2G です。そう、 2G です。2お疲れ様です。 2G、 あ、100G、 100G は大きいわ。ミキヤくん、ペンライトありがとうございます。おはよう。10時おはよう。あ、6000になってる。すごい盛り上がりす。すご。1時間半か2時間ぐらいしたら1万いくやん。3時おい、細かく。ハートの盛り上がり、いや、ハートあんま響かんけん。ハートはあんまり響かんよ。いやいや、よし、終わろう終わろう。おはよう。寝れない気がした。目が冴えてきた。あ、珍しい。私の配信眠くなるって言われるけど、珍しいじゃん。よかった、朝だから。今起きた、遅い。何時今、40分ぐらい。45 43。まえちゃん、神ありがとうございます。44か。明日は4時起きですが、夜配信。え、なんで4時起き。やば、おたかつ。いや、1個上げで盛り上がってるわけじゃない。普通に多分まあ人が多いのと。またね、頑張って。意外とね、朝来てくれる人多い。久しぶりの方とか、だっていつもの方いるじゃん。いつもの方プラス久しぶりの人。朝配信お疲れ様です。おはよう。文吾さん、ココアありがとうございます。まあ朝って暇やもんな、準備しながら。ショールーム誰かやってるかなみたいな感じは。ねえ、いくちゃんのソロコンいいな、楽しんできてください。いいな、めっちゃいいやん。1時間2時間1時間分からんけど、ずっと聞けるとか。出勤中に見てる。朝起きてさ、なんか聞きたくならん配信。私は学生の時とか朝起きてなんか聞きながら準備してた派なんよ、配信者を。だけんちょっとわかるんだけど、まあ社会人の方は忙しいよね、そりゃこんなん聞いてられんよね。学生とかはね、準備しながら YouTube 流したりツイキャス流したりしてた、高校の時とか。なんか目覚ますために朝起きてとりあえず誰かの配信開くんですよ、配信者。そんで聞きながら起きるみたいな。強制的に起きるためにも、そう、うるさい配信者とかをつけて、そう、ツイキャス。ギフトありがとうございます。ゆきさん、おはよう。課長が出勤した。あ、頑張らなきゃ、頑張らなきゃって。そう、うるさい配信を開いて徐々に目覚ます。おーし、起きなきゃみたいな、まあ、私も起きなきゃみたいな。おはよう。おはよう。メイク完成。私メイク何もしてないわ、ファンデーションしかしてない。何もしてないですメイクまあいいわ、すぐ終わるけん。コーヒー飲みながらするわ。私のメイクまあ10分あれば。おはよう。終わったらするメイク。
じゃあ終わりますわ。井上さん、キラキラありがとうございます。じゃあ終わります。団長読みます。13位ミニマロンさん、12位ガクヤンさん、11位ドンちゃん、10位クマさん、9位ホズミさん、8位キツネさん、7位クニさん、6位ブンゴさん、5位ユキさん、4位ミキヤくん、3位ヤスベイさん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。にだるま、飛ばしました。じゃあまた夜に。今日も一日頑張ろう。おはようツイート8時にするので、この後ぜひぜひおはよう待ってます。それではおやすみって言いそうになる。それではまたまたね。二度寝の方はおやすみなさい。それではまた。